です。おかんです。ねえゼロピに昔の話させるな。どうもツコンです。尺とんないで。9時10時ぐらいに夜集合して、朝の7時までゲームをやってしまって、12時から起きなきゃいけないのに12時半には起きれないから、今日今からやります。ゼロピって言います。今日はトラップタワー作ります。よろしくお願いします。まずじゃあ配信外で作ったもの紹介をした方がいいと思うね。ああタピカに、じゃあいいですか、案内にしますか。あ、お願いします。僕全然知らないんで。お願いします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 。おぎゃーん、お願いします。お願いします。何探してんですか。あ、いえ、確実に何かを探してるね。どうですか。はい、行きましょうよ。お願いします。え、あ、ええ、あなたじゃないんですか。あ、俺案内役とか言ってなかった。そうだよ、言ってたよね。え、ゼロ言ってなかった、自分で。え、わかんない、言ってたっけ。じゃあこれです、見てください。あ、すごい、なんでしょうねこれ。左は自動焼き鳥機となっておりまして、このように中に、このちっちゃい子が大人になったら焼き鳥になるってことです。すごい、文明の利器です。システムですね。鳥かごの中の鳥とはよく言ったもので、このように。上の方たちは何ですかこれ。上の方が卵を産んで、あ、それが発射装置で、おお、すごい。こちらを作ってくれたのは R さんで、詳細は R さんに。マスケなもん食えって感じで。はい、次紹介しますのは無限鶏製造機ですね。この土台の中に鶏を大量に詰め込んで、こいつらが落とした卵っていうのがこの上の3段目の発射装置に行きます。おー、すごい。で、そういう仕組みなんだ。え、で、これは何に使えるの。これはあの、ここに鶏が無限と出るんですよ。うん、ここに鶏が無限と出て、うん、あの永久期間って知ってます。はいはい、あの世の中では成立するはずのない永久期間っていう、多分定義が何かしらあると思うんですけど、うんうん、それの永久期間っていうものをゲーム内で再現してみました。まあ要は関係ないものも、用途はないんだ。用途は永久期間。はーい、永久期間に惚れてしまう理由が他にもありまして、こちらです。あとね、配信外でありえないぐらい成長しましたね。前に立ってみてください皆さん。うわ、え、だこれ、これすごい。する、人類が成し得なかった永久期間っていうのと同時に、人類が成し得なかった、うん、マインクラフトでできるエンジン、あ、エネルギーの作り方っていうのを多分世界初かな、これ。要はピストンが何もしなくても一生動くんですよ、これ。あの、俺 CO2 とかも全然排出しなくて、そう、自然に、そう、優しく。何かを与えてるから動いてるんじゃなく、すべて自動で、自然の摂理に従って、この音を鳴らしてます。次お願いします。それのついでに、サトウキビを置いてみて、取れなかった。で、こいつが稼働してから、もう2日か3日経つので、サトウキビの中ちょっと見てみましょうか、どれぐらい取れたかなっていう。2スタックと50個です、こんだけ動いてるのに。すごい、
こんだけ動いて多分2スタックと50個です。で、近くに行きすぎると、あの、ちょっと時間、長い間近くにいると、気持ち悪くなってくるのと、動きがやばいので、ちょっと一歩下がって、こんぐらい一気にここで聞こえなくなります、音が。で、流れるように次の紹介いきますね。こっちはこっちなんかうるせえぞ。ここは橋です。橋？はい。あの、前回の牧場は、あの、木の方にあったと思うんですけど、あの、愛が足りないと。あんな狭いところに詰め込んでしまって。ん？愛？は、あの、密度で言ったら結構多分こっちのが広々とスペース取れていいかなっていう風に、でこういう風にここでのんびりとまったりゆったり過ごしてもらう。でその上には、観光客だったりとか牧場とかでもあるじゃないですか、なんか牛が見やすい空間みたいな、そういうので、R さん考案のもとデザイン橋を作らせていただいて、上からその牛を眺めながらねピクニックとかできるようになってます。あーもうガイドさん、ガイドさん次行きまーす。ガイドさん、はあ、はい、で出れなくなっちゃったんですけど、そこに白い絨毯みたいなのあるっすよね。これこれこれ、後ろ後ろ、あっあ大丈夫ですか、ありがとう、あまりあの列からそれないようにしてくださいね。あごめんなさい、他のお客さんもいるので、今あなたのその動作20秒皆さんの時間奪われたこと、すいません、後悔してもらって、で、あともう一つこれですね、なんて書いてあるかみんな読めるかな。そうなんです、 R さんが看板を立ててくれました。はい次行きます。あとこちらですね、全自動かまどみたいな、この上に焼けるものをすごい入れると食料いっぱいじゃん、自動で降りてきて下で焼き終わるという感じです。これは、ダークオークの木にあのびっくりドンキーを模して作らせていただきました。びっくりドンキーのメニューみたいな感じです。あとこれ前回あったかな、ランタン、かぼちゃのランタンです。で、あと部屋ですね。私の部屋がアップデートされて、カットします。もう一つこれ。これ。これ雪の王ですね。雪の王を作ってみました。おぎゃんと合作で雪の王を作って。で、この雪の王は中で自動かまどが炭治郎。ここのかまどなんだ。はい。すごーい。で、こっちはおぎゃんさん何焼くようでしたっけ、鉱石とかでしたっけ。牛丼です。牛丼になってます。ちょっと夜だな、ちょっと一回寝ようか、一回寝ようか。あ、回線が、はい、続きいきまーす。あ、まだあるんだ。で、こちらですね、ドン追加されました。先日のアップデートでドンが追加されたっていう。え？あれ？まずくないなんか。こちら彫刻の森となってまして、あれ、ムカムカくんがあれ壊されたな今。もしか、じゃあ早速これの修復作業から入りましょうか。ムカムカくんが、お出迎えしてくれます。で、ここにフォースインパクトですね、4人分の魂がここにいます。でそうなんですね。こっちにはヒロモとユッピーとコウちゃんの分があります。彼らはまだ参加日数が少ないので、あっちのフォースインパクトにはなり得ていません。で次ですね、これはこういうやつです。こちらからは以上ですかね。はい、ありがとうね。いい
で、トラップタワーあんまりよく分かってないんですけど、何をするものなんでしょう、トラップタワーって。トラップタワーっていうのは、はい、モンスターが湧く場所を作って、あえてそういう場所を作ると、湧き地みたいな場所を作って、そこに湧いたやつらを水で流して下に落として、ギリギリ死ぬか死なないかぐらいの HP にして、そこにいっぱい敵モブを貯めて殴り殺して、経験値やドロップしたアイテムをワンサカ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 という形ですね。なるほど。じゃあ、まあ平たく言うと経験値トラップみたいなことなんですね。いや、トラップタワーですね。平たく言うと経験値のやつ。いや、あのトラップタワーですね。トラップタワー、まあ平たく言うと経験値がもらえるタワーみたいなことですか。いや、でもトラップタワーですね。ああってことらしいので、もうちょっと眠み帯びてるじゃないですか、はい、皆さん結構気絶寸前ですよね。何時間ゲームしてる。元気だよ。今日は結構スピーディーに作っていきたいと思うので、現場監督やらせてもらいます、ゼロピーです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こいつ寝てんぞ。マジ？あ、寝た？来た、ショット COD 以来の寝落ちた。こいつだな。ねっ。いっと。お。おお。マジで手前だった。よし。やろやろやろ。え、カットします。いやー、素晴らしい。涙が止まらないよ。なんでだろうな、うん。ということでね、今回は、ですね、キャラクターの方を作っていきました。ここから見ると、すごいすごいいい景色でございますといった話です。僕は地上です。で、今回トラップタワー作ったです。次何やるんですか。で、次回トラップタワー2号機建設でお会いしましょう。サービス、サービス。本当かな。